皆さん写真ライフ楽しんでますか？今回ですね、ニコンのこちらの Z6 の後継機 Z6M3 のですね、情報がですね、ちょっといろいろ出始めて、皆さん知ってる方もいらっしゃるかと思うんですけども、いろいろこのですね Z6M3 がもしかしたら出てくるんじゃないかっていうところの、噂の情報がいろいろ出てきてますので、その辺ですねちょっと交えながらカメラのですね、ニコン系の雑談をしていきたいなというふうに思っております。こういう仕様にしてくれたらいいなとかですね、あ、こっちのカメラの方がいいなとかですね、いろいろご意見コメントいただけたらと思っております。で、今回は Z6M3 のですね、いろいろ仕様というか、こういったカメラになるんじゃないかっていうところの噂のところを見ていきながらですね、ZF がいいのか Z6M3 を待った方がいいのかっていうところをですね、お話ししていきたいなというふうに思っております。はい。で、簡単にですね、今出ているスペックっていうところを見ていきながらお話をしていきたいと思ってるんですけども、新しいセンサーで2400万画素、だいたい2400万画素のセンサーになるんじゃないかというところで、言われてますけども、個人的にはですね、ここ3000万画素台ぐらいのですね、センサーにしてもらえるとよかったかなっていうふうに思ってます。というのがですね、2400万画素、十分ではあるんですけども、フルサイズではもうちょっと3000万画素台ぐらいあると、個人的にはちょうどいい画素数っていうのがフルサイズでは3000万画素ぐらいなんですよね。α7M4 なんか使ってて、結構ここを感じるところではあるんですけども、2400万画素の、こういったカメラを使って、フルサイズのカメラを使って、ちょっとですね、撮った写真をアップしていくと、アップしていくごとにですね、結構ドットのですね、カクカクとしたところが2400万画素のフルサイズだと結構目立つんですよね。で、3000万画素を超えるとその辺が結構なだらかになって目立ちにくいんですけども、これが例えば APS-C とかマイクロフォーサーズの場合は2000万画素ぐらいで、1画素がちっちゃいんでですね、この辺のドットのカクカクっていうのがあんまり目立たないんですけども、フルサイズの場合そこがちょっと目立つかなっていうふうに感じる部分があって、3000万画素がちょうどいいんじゃないかなって思ってます。フルサイズの場合ですね、 APS-C だと2000万画素ぐらいで十分かなっていうふうに思うんですけども、フルサイズの場合はやっぱ3000万画素ぐらいあるとちょうどいいのかなっていうふうに感じる部分ではあります。普通にですね、写真撮って、普通の等倍で見る分ではですね、全然問題はなくてですね、違いはですねほとんど感じられないんですけども、ただですね、やっぱ細かい部分を追求していくと、やっぱり3000万画素の方が、やっぱりフルサイズの場合は3000万画素の方が細かいディティールの部分ではですね、やっぱりフルサイズに合ってるのかなっていうふうに感じる部分ではあるので、ここですね、2400万画素よりも、3000万画素ぐらい乗せてきてくれるとよかったかなっていうふうに感じる部分ではあります。あとはですね、ニコンの ZF のような、手ブレ補正ですね、だいたい8段分ぐらいでしたかね、 ZF と同じぐらいの手ブレ補正が乗ってくるっていうところですね。あとはですね、 6K のプロレスのローのビデオサポートっていうところで、ここもね、 6K かローを対応できるっていうのはすごく嬉しいんですけども、そうですね、個人的には 4K の 120p か 60p までサポートしてくれたらそれで十分かなっていうふうに思ってます。それ以上の 6K とか 8K とかは別に、なくても、欲しい場合は Z8 とか Z9 を選ぶっていう形で、6K でもいいと思うんですけどね、せめて 4K の 60p か 120p ぐらいを、サポートしてもらえるとすごくいいかなっていうふうに思います。で、あとバリアングルになる予想なんですけども、逆にですね、ZF がバリアングルなので、Z6M7K っていうのはチルト式もしくは四軸チルト、でも四軸チルトは例えば Z8 とか Z9 の1000倍特許にしてもらって、Z6K、Z7K っていうのはチルト式のままでもいいんじゃないかなっていうふうには思います。四軸チルトにしてもらえるとかなりですね、嬉しいんですよね。やっぱりチルト式ってこういうふうにですね、画面を動かして撮影する分にはすごくバリアングルに比べて使いやすいんですけども、縦撮影するときにはですね、稼働しなくて全く動かせないので、ローアングルで撮影するときに
めちゃくちゃもう見にくいんですよ。なのでほふく前進みたいにこうファインダーを覗いたりこうモニターを見ながらっていうところの撮影になってくるので、その部分ではやっぱりバリアングルっていうのはすごく使いやすいんですけども、でもバリアングルってこう一回開いてこうくるって回さなきゃいけない手間っていうのがですね、結構こうチルト式を使っている人にはですね、まあすごく面倒に感じる部分なんですよね。で実際に私も α7M4 でバリアングルを使って撮影はするんですけど、ほとんどこう開いて撮影することがなくて、縦撮影の時だけ開いて、まあ、画面を見ながら撮影することはあるんですけども、ローアングルですね。ただもうほとんどですね、モニターをですね開くっていう動作をせずに、もうファインダーだけ覗いて撮影することがほとんど多いかなっていうふうに思います。バリアングルかチルト式ってもう好みに分かれると思うんですよ。なので ZF ではバリアングル、 Z67K ではチルト式、もしくは4軸チルトっていうところでやっていただいた方が個人的にはこう使い分け、まあ選び分けっていうのができるので、まあ、バリアングルじゃない方が個人的には嬉しいかなっていうふうに思っております。あとは例えば、まあ、ニコンの Z8 と同様の、まあ、フォーカスシステムとか、Z6 と8のハイブリッドデザインっていうところで、 Z67K よりもちょっと大きくなって、 Z8 よりもちょっと小さくなるっていうところですね。まあ、この辺は、全然いいのかなっていうふうに思うんですけども、個人的にはこう ZF を選ぶのか Z63 を選ぶのかっていう選択肢になってくるかと思うんですよ。で価格のことを考えると、多分 Z63 っていうのは3万か4万ぐらい多分アップした30万円前後ぐらいの価格になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。今 ZF っていうのが、まあ、実際に26万9千円ぐらいで買えるものになってますし、そこが Z63 の場合は30万か30万ちょっと超えるぐらいの価格として出てくるんじゃないかなっていうふうには思ってますね。これは個人的な意見としてですね。で ZF の不安要素っていうところを、まあ、以前私ツイッターの方でつぶやいたんですけども、例えばマイクロ SD カードのところですね、UHS-II とマイクロ SD のダブルスロットではあるんですけども、やっぱねここね、やっぱここはもう最新の CF エクスプレスタイプ B の方がもう切り替えてきてるんで、私の場合ですね。逆にここでもう UHS-II とかマイクロ SD カードとかそういったちょっとグレードダウンするっていうのは、もう CF エクスプレスとかそっちの方にちょっと切り替えていってるので、もうかなりですね、こう UHS-II の例えば V90 とかって、もう CF エクスプレスカードのタイプ B とほとんど値段変わらないですよ。でも性能はですね、CF エクスプレスカードタイプ B の方が、まあかなり上なんですよね。それ考えると、ZF にするとそこが、まあ、UHS-II プラスしかもマイクロ SD カードっていうのがちょっと不安要素ではあるかなっていうふうに思います。あとは ZF としてはやっぱりグリップのところですね。こういったグリップが持ちやすい、持ちにくいっていうところがあるんですけども、まあ持ちにくいデザインにはしてるので、まあそこはまあ仕方ないところだと思うんですよ。でもやっぱりこう使いやすさとしてはグリップがあった方がいいので、例えば ZF にグリップを付け足すこともできるんですけども、例えばプラス何千円、何万円っていうところがあったりとか、重さの部分でもですね、まあそこそこ重くなって800グラム後半とか900グラム近くのですね、重量になってくるので、まあかなりですね、重くなってくると思うんですよ、プラスしていくと。まあ後からグリップを足すとかを考えると、正直、まあ Z63 とかの方がいいんじゃないかなって個人的には思ってますね。でも ZF のデザインっていうのもすごくいいですし、まあ、それに合わせた、まあ、レンズ選びなんかもですね、楽しいかと思います。ただ私の方はですね、ほとんどもうこの上のダイヤル使わないと思うんですよね。そうすると、まあ、デザインだけのもの、性能の割には結構重いかなっていう印象があるので、そこがちょっと不安要素ではあるかなっていうふうに思ってます。例えばですね、こうグリップがないとこういうこう寒い日にこう手がかじかんでる時にちょっと落としそうになるなとかですね、やっぱこうストラップ、ネックストラップはあんまり好きじゃなくてつけたくないんですよ。で最近こういった、まあ、リストストラップっていうのをまあ買って、これをですね ZF とかで使おうかなって思ってたんですけども、でも Z63 とかでも使って全然いいかなっていうふうに思うので、バリアングルの場合ネックストラップがめちゃくちゃ使いにくいんですよね。こう開いたところが当たるんですよ、このネックストラップのところに。なのですごく使いづらくて、正直ね、ネックストラップでバリアングルを使う気にあんまりならなくてですね、こういったリストのストラップの方が使いやすかったりもするので、そういったところがです
ですね、バリアングルのちょっとデメリットだなっていうふうに思ってる部分で、チルト式だったらあんまり気にならないんですけどね、そういったネックストラップがちょっと使いにくいっていう部分もですね、あるのかなっていうふうに思います。あとはジョイスティック、まあこういった動かしてカーソルを動かすことができるこうスティックがあるんですけども、これもね ZF にはなくて Z6K にはあるんですけども、まあこれもねどうなんでしょうね、あの画面をタッチして動かすっていうのも私はすごく使いやすいと思いますし、別にこのジョイスティックがめちゃくちゃ使いやすいのかというとそうでもなくてですね、個人的にはこう画面タッチの方がある意味使いやすいんじゃないかなっていうふうには思ってます。なのでまあ同じように成功のニコン Z6III にもまあつけてくれるとすごくいいかなっていう思ってる機能ではありますけどね、はい。まあでもここはあの人それぞれで、ジョイスティックの方がいいかなって思ってる人もいるかと思うので、まあそこを選択肢できる Z6III っていうのは結構大きいんじゃないかなというふうに思います。あとは動画性能の部分でやっぱりちょっと ZF っていうのは足りない気がするんですよ。420の10ビット、やっぱり422 10ビットはまあ欲しかったかなって思っているところですね。例えばですね、ソニーの α7C Mark II なんかは、まあほとんどの性能的にはこの ZF よりも上なんですよ。で、価格はさらに下っていうところで、結構この α7C Mark II と競合として、まあ、ZF っていうのは来るんじゃないかなっていうふうに思っております。ただ、α7C、まあ、性能的にはですね、ZF よりも上な部分の方がかなり多いんですけども、ただですね、まあ、例えばシャッタースピードが4000分の1秒までしかないとか、あのシングルスロットになってるとかですね、あのモニターとかファインダーの見やすさっていうところは、やっぱり ZF の方が上だったりもするんですよ。そういったところを除けば、α7C Mark II の方が、まあ、基本の動画性能的にも写真の性能的に AF とかですね、そういったところでも、まあ、上にはなってきてるんですよね。性能的にはスペック的には上なので、そっちに流れる人もいるんじゃないかなっていうふうに思うので、 Z6III っていうのは結構これ早めに、あ、これがですね2024年の1月から4月ぐらいの間に出るっていうふうに噂されているので、結構早いんですよ。半年以内というか、もう1、5ヶ月以内に出てくるっていうところで、これはですね、もう早めに出てきた方が個人的にはいいと思っているんですよね。例えば ZF って半年待ちなんですよ、今から予約すると。で、半年待ちって結構きついですよね。でもここが Z6III が出てくると、 ZF を予約していた人がこう流れてくると思うんですよ。なのでこの半年待ちが2ヶ月待ちとか1ヶ月待ちとかに変わってくるかと思いますし、こうニコン内でこう分散してですね、購入することができるので、まあ、結構ね、こう Z6III を待ってる方もいたと思うので、まあ、待ち時間の分散で、まあ、早く手元に来ることができますよっていうところで、Z6III は早めに、まあ、出していただくと結構嬉しい人いるんじゃないかなってところが私が思ってるところですね。もしかしたら α7C Mark II とか他のカメラにですね、流れていく可能性もあるので、そこをせき止めるためにも早めにこの Z6III っていうのは出してもらえると、結構ね、こうニコン内で、あ、Z6III にしようか ZF にしようかって迷ってる方は、他に流れずにこうニコン内で、留まって選ぶことができるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、まあ、この辺は早めに出していただくのが結構嬉しいかなっていうふうに思ってます。まあ今 ZF 買おうと思ってももう半年待ちなんで、なかなか買えないんで、その買えない人たちが Z6III に流れていってもらえるとですね、まあニコン的にもまあ嬉しいんじゃないかなっていうふうに思います。 ZF をですね、まあ楽しみに待っている方もいると思うので、その人がもう2ヶ月3ヶ月待ちになるだけでもですね、かなり嬉しいと思いますし、まあね、これね、噂程度のまだ情報なんですけども、まあ私的にも出てきてくれると嬉しいなっていうふうに思いますね。いいですよね、やっぱね、 CF エクスプレスとかね、あのグリップとかこういった部分で考えると Z6K7K っていうのはすごく使いやすいので、しかも価格ですね、かなり抑えて、まあ、30万円ぐらいで買えるものだったらかなりいいかなっていうふうに思ってますので、Z8 までの性能は欲しくなくて、メカシャッターで欲しいよって方は Z6III っていうのはかなりいいんじゃないかなってところなので、ちょうどこの Z8 と ZF のこの間が空いてるんですよね。ここに Z6III っていうのを埋めていただくと、まあ、すごく、まあ、ニコンのラインナップとして充実していくんじゃないかなっていうふうに思うので、まあここね、 Z6III 早めにちょっとニコンさん出していただけると嬉しいかなっていう
というふうに思ってますね。皆さんはどういったふうに思ってるか、よかったらコメント欄の方にコメントいただけたらと思っております。はい、というわけですね、まあ、今回の動画はここまでになっておりますけども、私もですね ZF ですね、予約開始日に予約をして、商品のですね発送が2回ぐらい延期されて、まあ、12月ぐらいになりますよみたいなですねメール来てたんですけども、ただですね、これ私がちょうど体調を崩して寝ている時に商品の準備ができましたってメールが来てたんですけども、全然ですねこのメールを読む余裕がなくてですね、全然1週間ぐらいもう全くスマホを開けてなかったんですよ。でその間に準備ができましたっていうメールが来てて、で後から気づいて、あ、取りに行こうって思ったんですよ。 ZF ね、取りに行こうと、お店にですね取りに行こうと思ったんですけども、メールが来てから1週間以内に取りに行かないとキャンセルになるみたいで、もうメールを見た時点でも1週間過ぎてたんですよね。なので ZF がキャンセル扱いになってしまって、で再度予約をしたんですけども、半年待ちでですね、6月とか5月ぐらいになってたので、ちょっとねこれ辛いなって思いながらね、もうこれ買うなってことなのかなって思ってる時に、この Z6M3 の情報が出てきたので、あ、でもこれ半年待つぐらいなら Z6M3 の方がいいなっていうふうに今は思っているんですよ。なのでちょっと個人的には早めに発表していただいて、早めに出していただいて、まあ、ZF ではなくて Z6-3 の方が個人的には、まあ、全体的には合ってるのかなっていうふうに思ってるので、まあ、そっちにもしかしたら流れていく可能性っていうのは私個人的にはあるので、まあ、そっちをですねちょっと期待している部分ではあるんですけどね。皆さんはですね ZF なのか Z6-3 がいいのかっていうところ、よかったらコメントで教えていただけたらと思っております。はい、というわけですね、今回動画はここまでになっております。まあ、せっかく Z6-3 が発表というか、こういった噂が出てきたので、ちょっと触れていきながらですね、こういうカメラになったらいいなっていうふうに思ってますので、まあ、皆さんもよかったらこういうカメラになったらいいなっていうところをコメントいただけたらと思っております。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of